ザリカ、ニューヨークでございますけども、今見取り図さんがあのアジア住みます芸人の YouTube 撮ってるということで、ナイトマーケットですよね。そうですね。あっぱれ小泉さんです。どうもあっぱれ小泉さん、はい、どうしますか。小泉です。よろしくお願いします。お願いします。カポンカポン。今日はあの朝からいろいろ案内していただいて、いえいえ今日今ここ夕方ですよね。うん、今そうね6時過ぎだね。はい、すごい感じの一部ここどこですか。これがですね。連れてきていただいて。ちょっとバンコクの端っこの方のファムーマーケットっていうナイトマーケットでございまして。はい、結構ですね地元の人に人気のナイトマーケットです。わあ、ナイトマーケットや。ナイトマーケットということで、いろんな屋台とか、そう、もう楽しい人もね、なんか結構。ちょっとナイトマーケットぐらいの場所。夜からがこう、そう、大体この6時ぐらいからスタートして。結構もう2時、4時ぐらいまで、なるほど、ね、にぎわってる感じで、ご飯食べてもいいし、はい、買い物もできるし、あ、買い物もできるの、買い物もできるの、ほんなちょっと、買い物したい、あ、ちょっと買い物行きましょうか、はい、ちょっといろいろあるんで、じゃあ、はい、行きましょう、じゃあお願いします。すげえな、待って、緑寿司あるほんまや、名店、いや、でも緑寿司、違う、違う、違う、違います、美しいの登るに、いいやろ、普通の緑だ、うん、ただ、タイ人の人、もう寿司めちゃくちゃ好きだから、この店めっちゃ流行ってるんですよ。へー、結構味も結構美味しいんですか。味もね、サーモンとマグロとかはちゃんと素材使ってるから大丈夫。へぇー、だってうなぎ丼299バーツってことは、え、1200円ぐらい。まあまあまあ、だから普通のカオマンガイとかよりは高いけ ど、でも安いね。ラーメン屋も流行ってるわ。ラーメン屋さんめっちゃいいラーメンの匂い。醤油としかも豚骨、ザルラーメン、トムヤムクンラーメン、ザルラーメンってなってるわ。海苔が黒い紙って黒い紙、海苔ラーメン、ね、黒い紙だいたいね、翻訳間違ってるんですよ。何か頼みよって思うぐらいあそこでも舞台とかもありますか。ある、あれとかもステージで夜歌手の人がって、へえ、ちょっとお願いして漫才やらさせてもらう。あ、そうそう、なんじゃこりゃ。ココナッツ、タイのココナッツ、ココナッツケーキ。ココナッツケーキ、はい、これ肉みたいだね。知らないですよ。これココナッツ、ココナッツ焼いたやつで、ケーキ。小泉さん、あんま知らない。でもまあ、一応、一般的ではないですけど、肉マックはありそう。へぇー。うわぁ。一口で作る。かわいい。これは大丈夫です。焼いてるし。かわいいか。これはええか。小田君とかだった。僕もいいかな。なんだよ。すいません。今一番調子乗ってるからね。人生。難しい。これはどうしたらいいか。何だよ。奥さんにお土産でいいよ。なんで奥さんにしたいか。A カップだから。A カップだ。お前。何カップしろ。カップスだけ売れたの。俺買ってやるわ。なんで俺前が俺の奥さんにしたいか。カップスだけ売れた。カップスも何も言わんよ。たまんか。ここ丸々カットやから。今の丸ですから。何がこれ。これタイマーがなんか焼き菓子ですね。結構メジャーなやつで。これ普通にパリパリして美味しいですこれ。あ、これ買おう。これ何ですか。これバタークッキーみたいなやつ。あ、これ食べたいです。あ、そうですか。これ40バーツ40バーツだから、のシーセプターみんなで食べよう。こんなに100バーツだろ、これ一番でかいやつ。500、OK? OK な、ガルガルやったら満足出したみたいな。いただきます。あ、甘い匂い。うん、あ、おいしい、おいしい、いい、いい、こっちの超いい、おかしい、めちゃくちゃ甘いによ、あのベビーカステラみたいに。美味しい。うん。超いいお菓子。美味しい。超いいお菓子。ほんのり甘くて。でもちょっと高級品ですね。これ40バーツまで。大体屋台の飯一食40バーツと同じぐらいだから。3分の1ぐらいかもしれない。なんか食べ歩きしてるな。とんでもないお釣り来たぞ。すいません、ありがとうございます。めちゃめちゃお釣り来ました。ありがとうございます。お疲れ様でした。450円ぐらい、あ、もうちょいか、600円。え、なにこれ。これあのカラコン、ドアイスじゃカラコン、カラコン、カラコン400円。カラコンがね、めちゃくちゃその女の子とかこっちで買ってる人、すごい
すごい多い。うわー、安いから、安くてその質も悪くないみたいな。つけてみたら、シマさん帰ってカラコンつけて私一番やばいでしょ、カラコンつけたら。この感じで、モンスター。あとカラコンって意外とおもろないんやろ。ようみんなわからんから。吉さん。プラ。お前買いたい。買いたい。え？いや、買わんってこんなの。わけのわからん。バレンシアがある。バレンシアがお前150バーツ。バレンシアお前400円だ。これ買いだろ。本当にバレンシアがか。これ安いぜ、バレンシアが。バレンシアなんかタランプだ。L1 個やったっけ。あれなんかスペル変じゃない。バレンシアがな、150バーツになってなんか入るやつ。スペル一緒や。正規品ですから、全部正規品。これお買い得よ。え、奥さん喜ぶぞ、バレンシアガの T シャツなんか。お前、ほらお前、おそろでおそろで買えるよ。この分だ、だから150バーツ、はい、この分だいぶ安いよ。なるほど、ちょっとちっちゃかったか、サイズが残念ね。まあな、これを買おう。ここに来たんだけど、お前久しぶりに買ってさ、レスやろ、正直。いやいや、レスじゃないから。レスじゃないから、レスじゃないから。いや、これはすごいね。解消するためにはさ。これすごい、ここが怖いからね。これ大事って言うよ。いや、タイで買った下着。下着って言うなよ。こっちチャンネルあるの？チャンネルあるの？あ、すごい。聞いてみましょう。あ、ことなか。シャネル、どれなか。どれだ。シャネル、どれなか。250ですか。1000円。1000円ぐらい。シャネル1000円。激安。何やねん、1000円ともっと安くある。ボケ、ボケやつ。ブラもあるし、グッチもあるし。安いね。安いな。320円だよ。一個や。安っ、2個買うて600円。安っ。うわ、またあるバレンシアガ。嘘だろ。フェンディみたいなのあるぞ、フェング。バレンシアガ、ほらバレンシアガ。バレンシアガも、150バーツ全部楽しめる。プレミアムだ。プレミアムでもだから1000円。みんなプロモーションで2つ買うと1個タダです。こちら、この安さの上1個タダ。そう、2つ買ったら1個タダ。すごいね、エルメス。欲しいデザインがないな。ヤシク時計好きやんか。あ、時計めっちゃいっぱい売ってる。買っちゃうよ時計。うん、すごっ、安っ。安っ。え、こんなわけわからん時計でも、だってつけとったらかっこええんじゃん。これとかいかつい。これなんだっけ、ほら八角形のやつ。これあれあれ、パテクリップのなん、ノーチラスみたいなやつ。これパテクリップのアクアなんとかやつ。ノーチラスじゃないですか、そ高いやつ。一瞬パテックやと思われるかもね。アメリカイーグルやけど。アメリカンでもない、アメリカイーグル。1200円ぐらい。そうだね。買わない。だってお前のあれいくらだっけ。300万。マジで300本くらい。もっと買える。もっともっと買える。7個で100万。7個で100万。安い。お前の大好きなポルノハブの靴下でもお土産でんじゃん。かわいいよな。あとバレンシアガね、余裕で。バレンシアガ余裕で。ずっとそうやけど、ここでタンデモンしか売ってないな。これお前、これ白、いやいや、好きやん、シンプルな。っていうか、じゃあ、まあ、ええんやけど、これ、ハウマッチ。はい。200バーツ。290バーツ。約3000円ちょい。でもこれ日本で1000円。いいぜ。いいぜ。いいぜ。これ本当にいいぜ。生地相当
当いいぞ。これ相当いいぞ。買わないの？今買うもんじゃないやよな。白 T って。似合うけどな。これとかもいい。似合うけど。いいけどな。これ、あ、これ。これおしゃれやで。すみません、これ。これなんか。390バーツです。ちょっと高いって。安い。日本では安いね、でも。これいいぜ、お前。似合うぜ。新作だもん、これ。ええ。いや、ダイバーシャ入れるって大器ってこれ買うの。いらんもん。いるんやけど、今じゃないんやろな。そうか、なかなかこう、なんかこれ財布の紐硬いんでしょ。ちょっとこいつ下手くそかも、ここのナイトマーケット。何かよ。ほんまに地元にとか来るとこなんかな。観光客誰も買わんよ、ここで白木。これ割れてんだよな、今。あ、ちょうどいいじゃん。え？何割れて、幅。あ、確かに。これ、400円。あ、これ、あ、いいや、食べないか。あるか？確かに安いな。あ、まだ。あ、じゃあ、壊すわ。400円だね。これちょっと割れて、割れてるんですよ、今。サイズある？これチェンジしてくれるんですか？張り替えてくれるんですか？ミニプリアンじゃないか？いや、ない。やってくれんの？じゃあ買います。俺ヒビ入ってたんで割れちゃってるんです、ほら。甘いお菓子とこれだけやん、今のところ。俺とお前合わせて。サイズチェンジ。サイズイエス。すみません、これでナイトマーケットの爆買いって。いや、iPhone ずっとひび入ってて。剥がされた。華麗に。俺本当に、ずっとそのままにしてたんですよ。あ、これちょ、めちゃくちゃ安くない？めっちゃ安いで。400円。だって日本やったら、張り代で400円するからね。そう。張り替えてもらうだけで400円ぐらい取れる。もっと取れる。嬉しい。まさか俺、タイで、ちゃんとほら、拭いてくれてるわ。うわー、本当ちゃんとやってくれてる。あ、嬉しいわ、俺タイでまさかこれ。お前一生、てかずっとタイのこと思い出せるもんな。画面見るたびに。一生使わねえとな。めちゃくちゃ、だって日本だと、これいろいろこういう風に売ってますけど、だいたい安くても1000、1000以上しますよね。600以上安いの。で、だいたいビッグカメラとかであれやってもらうと、結構待ち時間あって。ここ多分規模が良いかもしれない。あ、本当だ、ぴったりだ。いろんな人ナイトマーケット来たけど、これ張り替えて初めてだわ。本当に6年間で初。いや、俺ずっとこれ見た瞬間、あっと思って、すげえちょうどよかった。嬉しいわ。早っ。早っ。迷いなかったね。でもこれ専門でやってるから、日本の多分どこの家電製品の人よりも多分パッて上手にやってるから。なるほど。これ専門だもん。確かに。これ以外売ってないやん。うん。外でさ、あ、ほら、空砲とかも多分、気泡とかも多分全然やってくれる。うわ、嬉しいわー、マジでベストタイミングだったんだ。はい。すごいね、タイのものをずっと身につけることになったね、これで。嬉しいな。安いな、地味にこういうの。こんなもん安いね。空とかね、これありかもね、テーブル。これなんだ、これカメラにつけるやつ。カメラにつけるグラ、これ初めて見た。カメラも多分ここ交換してくれるのもいいんじゃない。はぁ、あ、来たよ。おー、早っ。うわ、センキュー。うわ、綺麗。おぉ、綺麗。センキュー。ほんか金払うか。よし。センキュー。ファミニー400。これ何です？100。安い。安いな、ほんとに。400。 Thank you。 Thank you。 嬉しい。 これもうとんでもないスピードで。それ何が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 。おかしいもん、それ何とかやってるのか。すごい勉強になったんですよ、今。いいんだ、これ。意外とスピーチを使うと買いがちやけど、最後のカバーがめちゃくちゃ安い。
か。横田真由ちゃんバレンシアが喜ぶかな。横田真由ちゃんバレンシアが一番喜ばんと本当のバレンシアがすごい知ってるからギャル曽根さんなら喜ぶんじゃない。ギャル曽根さん分かんないから。ギャル曽根さんこれ似合うしやもっとでかいってんないやギャル曽根さんいや小さいやん。ギャル曽根さんがでかいとかじゃなくてこの服が。あ嘘。そうこれナコちゃんでもちょっと小さいんじゃないか。あ、じゃあナコちゃんにこれ買ってこうかな。なんかエロいってナコちゃんにそれ買ってこうとこ落ち着けよお前え次の髪型じゃないかお前え結構迷ってたやん髪型どうしようってこれはおもろいぞ。あいや、これこれでお前あれあっちはこれしたらバズ。あ、いいね。ちょいバズるするだから漫才前でもうやどうあれだよさあこれとマントそうすごいね。だラビットとかでもそうだ、ね、なんかこうオープニングでこう前出てゲームとかやってああとかやってテレ朝以外やあかんのちゃううわぁ、すごい。いろいろある。すげぇ、おもろい。だから、でもこれあれじゃない？本当にさ、ネットでさ、あの、ラッピー検索してさ。なるほど、なるほど。見せたら、それくれ、ラッピーしてくれそうやんな。めっちゃくちゃ笑ってくれるかな。ラッピーしてたら髪の毛。これあっちもあるんですか？あっちもあるか、多分、西ゾーンかな。ああ、なるほど。ちょっと向こうに行きましょう。ヒーちゃんにこれどうか。いやヒーちゃんにこっちもいいか。ヒーちゃんヒーちゃん舐めんのっておしゃれ。ヒーちゃん舐めんの。なんか裏の柄すごいっすよ。あ、かわいいねこれ。ヒーちゃんもっとおしゃれやかな。イケバスブロックのナイトマーケットになってたまでいいの。綺麗や、ほんとカラーが。ほんとちょうどいいぐらい。ほんとだね、綺麗やな。そこか。なんかうんち漏らしたやつ。色もな。でもこれもういただいたから。うん。俺明日のライブでもうこれ履きたないから。うん。汗かいて。ほぼ一緒やん。あいつなんで同じやつ買おうとするんだろ。これ持っといてもっていいじゃん。ごめん。すまん。